疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。小平さんは赴任して何年目と1年目で、はい、今年ですね。はい、はい、あのどういったきっかけでこちらに就職ですか。そうですね、私自身就職に迷ってたっていうところもありまして、うん、でまあやはり教員、子供を教えて、まあ、自分の剣道というのも教えて日本一させたいなっていう日本一の経験が私自身あったので、そのやっぱ嬉しい思いとかやっぱそういう思いをさせてあげたいなっていうところで教員でところで、幾分間になんでってことになると思うんですけど、父と私の父と北口先生が、はい、知り合いなもので、はい、その関係で北口先生が取っていただいて、ぜひ来てくれと言っていただいたので、はい、もう私自身やっぱ幾分間高校さんはもうずっと高校の時から対戦させていただいた高校だったので、すごく雰囲気もいい、幾分間に行けるのっていうのが本音だったですね。はい、もうじゃあ高校時代からある程度分かってはいたんですね。全国的にこう頑張ろうとしてるから。はい、そうですね、はい。まあ、実際に入られて北口先生がおられて、はい、その下に、まあね、はい、今日なんかペーを拝見したら若い先生方が3人、これはこれで珍しい環境なのかな。そうですね、まあ、指導者側としてですね、はい、どんな環境ですか。そうですね、もう本当に北口先生はじめでとする保守先生方がもう本当すごく優しく接してくださって、もういろいろなことに対して指導していただいたりとか、もう気を使わずに指導してくれと、で違った場合はこちらの方で修正、そこは違うよと訂正するからっていうふうに言っていただいたので、もう4月の初めの方に言っていただいたので、私も初めはやっぱり引いて、何を教えていいのかもわからない、もう右も左もわからなかったんですけども、そういうところをやっぱ言っていただいたので、すごく居心地という分に関してはもう本当にいいです、ね。はい、指導スタッフの中で、まあ、一番の若手ですかね、はいはい、小室さんご自身としては自分はじゃあどういうふうな指導に当たろうかなって何かあるんですか。北先生が枠組みというかすごく柱を教えてくださるので、それに対して平井先生で古澤先生と中学高校中学と指導してくださるので、それに対して私は理解できてない部分だったりとか、一番私が年齢が若いので言いにくい部分っていうのは生徒やっぱあると思うので、近い分そこに対してのアプローチっていうのはやりやすく、はい、接しやすくしているつもりですね、はい、身近な存在であれればいいかなっていうのは。そうですね、はい。ご自身のこともちょっと改めてちょっと出身高校大学を教えてください。はい、出身高校は九州学院、熊本の九州学院高等学校で、はい、大学は茨城、筑波大学出身になります。選手として優秀な全然です。ご本人からすみません、改めてですけど、はい、高校時代の、まあ、主な戦績というか、はい、教えていただいて。高校時代は、全国選抜優勝と、インターハイ優勝になります。3年時にインカレ優勝と、2年4年では3位という形になります。上の2人の、はい、先輩先生ですね、はい、全員インターハイ優勝してるんですよね。あ、そうですね、はい、これは、なかなか揃うもんでもないですよね。そうですねたまたまなんでしょうけど、はい、本当に今期のですね、はい、それこそ若い先生3人が叶えたインターハイ優勝に向けて、はい、まずは東京都予選に勝ってほしいんですが、はい、そこは米田先生。いや、まあ、私自身まだ3ヶ月しかいないっていうところもありますけど、まあ本当に幾分館高校の、まあ、子どもたちの特徴としてすごく真面目で、何でもこう一生懸命にこなそうっていう子が多いのかなと、私がこうこれはしてみたらとか、これはこうじゃないかなってことを口を出してしまうんですけども、その時にちゃんと受け入れてやってみようっていうような姿勢が伝わるので、優勝した個人優勝した宮原もですけど、団体戦もですけど、もう一人一人がもう言われたことをミスなくそつなくこなしていこうと、もう必死に、自分たちは実力がないから必死にっていうようなプレースタイルで徹底できたことが、まあ、勝因の一つなのかなというふうに思いますね。インターハイ今晩控えてます、はい、インターハイ優勝経験者は どうですか、どういうことを目標に。そうですね、もう目標というのはもう優勝しか私は目指してないので、うん、もう勝負するからには優勝しか目指してないよってことは、まあ、こっちに来て一番初めに伝えさせてもらったので、はい、今後ですね、はい、今回取材もさせていただいたことですし、また注目度が少しちょっと気になるなという、はい、注目度も少し高まるのかなと思うんですが、はい、どんな生徒さん高校ですね、はい、こういう学校だよという、こうアピールポイントなんかあれば、小平さんから教
教えてもらう。そうですね、学校のアピールポイント仕事にも一生懸命こうできなくても取り組むってことが私は大事だと思ってるので、やろうとする意識っていうか、まあ、私自身そんなに力があるタイプの選手じゃなかったので、努力をしてっていう形で、まあ結果が徐々に出てきたタイプなので、そういう子たち、あんまりこう実力のない子たちっていうのに対しての指導っていうか、私自身はできるのかな、得意なのかなと、はい、で本当に先輩方先生方、2人も日本一のインターハイ日本一の方やっぱいらっしゃるので、本当に3人揃うなんて、一つの学校に3人揃うなんてありえないのかなっていうところで、指導者北口先生をはじめとする指導者の方たちはすごく豪華なのかなと思うので、うん、いろんな知識は学べるのかなと、はい、思います。関わらず、そうですね、はい、あれば、はい、サポートができるよということでいいんですかね。はい、分かりました。ぜひそういう志があると思うので、はい、入学してもらえると嬉しいですね。はい、そうですね、お世話になりました。ありがとうございました。